はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、毎月恒例の、こちらよくしょ、ディアゴスティーニの週刊 GTR ニスモを作る、こちらの今回は49、50、51、52、53、5冊分ですね、こちらを今回やっていこうと思います。というわけでね、早速49号から順番にやっていきます。はい、それではやっていきましょう。今回、49号でやっていくのはステアリングラックを組み立てるっていう作業になります。で、入ってる部品がこんな感じ、ちょっと後ろ暗いから見にくいな、こういう感じ、ステアリングのタイロッドですね。タイロッドと、まあ、ステアリング、関係のパーツが今回は入ってます。なのでこれを組み立てていきます。で、このフロアにね、今回パーツをつけていくので、これを出してきて、どこだね、ここか、ここに、このパーツを取り付けてあげて、で、裏から EM で取り締め付けていきます。よいしょ、もうね、部品がもうでかいから大変なんですよ。よ、映らない、ごめんなさいね、映らないですけども、あれ、ここじゃない、どこだ、ここか、こんな感じで、このパーツを固定してあげて、そこの上に、このステアリングラックの部品を取り付けてあげます。ここにね、ここが一応こうスライドする形になります。もうちょっとだけ寄ろうか、もうちょっとね、大きすぎてあれなんですが、これね、ここを留め入れてあげたら、このパーツをネジ NM で外れないように押さえてあげます。これはね、まあ、説明書には締めすぎたら動きが悪くなるって書いてあるんですけど、まあ、ギュッと奥まで締め込んであげても、ここを押さえるほどきつくは締まらないので、こんな感じで大丈夫ですね。これでこいつが取れなくなるので、これで OK そしたら、次この上もう触ることがないみたいなので、よいしょ、前にね、組み立てたこのエンジンのパーツ、ちょっとホコリがすごい、エンジンルームですね、エンジンルームをこの上に乗せていきます。もう長いこと置いてるからホコリがすごいな。これをここにスコンと乗せてあげて、で、裏から IP4 本で固定していきます。
しょ。ちょっとね、見えにくくて申し訳ないんですけども、まあここはもうただ閉めるだけなので、これでエンジンルームの固定が完了。で次は、そのエンジンルームの前側に、ラジエーターですね。ラジエーターのパーツを取り付けてあげます。でまあ取り付ける位置はこのエンジンルーム、エンジンルームのすぐ前のここの2箇所、ここの2箇所にラジエーターのパーツのこのネジ穴を位置を合わせてあげて。下からネジで止めていきます。ここも使うネジは一緒、 IP ですね。 IP を使って固定。こんな感じ、こんな感じでラジエーターをつけてあげたら、次その前に、このインタークーラーですね、インタークーラーのパーツをつけてあげる。インタークーラーのパーツはここですね。バリがすごい、ここの2箇所のネジ穴をここに合わせてあげる、ここに合わせてあげる感じですね。でまたこれも IP か、よいしょ。はい、こんな感じ、ラジエーターとインタークーラーがつくとこんな感じになります。でこのパーツ、ここなんですけど、無塗装の場合だとこういう感じになります。あのインタークーラーのアッパータンクとかが黒のまんまなので、きっとパーツそのままだと黒のままなんでこんな感じになるんですけど、僕のやつは、まあ、実車を参考にアッパータンクとかを塗装してるんでこんな感じになります。まあ多分バンパーつけちょっと見えないとは思うんですけどね、まあ一応こんな感じ、まあ、自己満足ですね。でつけております。はい、そしたら49号はこれで完成になります。で次50号いきます。はい、そしたら続いて50号なんですけども、50号では、右フロントタイヤを組み立てるっていう作業になります。なのでまあいつものようにね、もう慣れたもんですけど、タイヤを温めてあげたら、よいしょ、このアウトサイドインサイドを間違えないようにしてあげて、オイルにはめ込む。痛い。はい、こんな感じ、アウトサイドって書いてある方が、リムの面にくるようにですね、つけてあげます。これこぼしそう。で、まあいつものようにオイルナットを切り出してあげて、
はい、これで、50号の組み立ては完成ですね。こんな感じで、取り付けは まだ後になるのでこれで置いておきます。そしたら次51号に行きます。はい、お次は、フロントスタビライザーを組み立てるっていう作業になります。で、まあ入ってる部品はこんな感じで、まあちょっとスペースの関係で多分左右分割になってるんだと思うんですけども、フロントのスタビライザー、このぶち真っ二つの当てたらねスタビライザーの効果ないんですけども、まあ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 、こんな感じになってます。で、このスタビライザーはそれぞれに、LR の刻印がねここにちっちゃく入ってるので、それを見ながら間違えないようにつけていきます。で、どっちがどっち、これやな、僕が勝手にねタイヤをこれつけてたんで一旦外しますけども、まず左フロントかな、よいしょ、左フロントの、スタビライザーをつけるので、このパーツ、ここに、ちょっと待ってよ、これ左やから、L だな、 L のスタビライザーのパーツをここに差し込んであげて、でこの内側からこれやらネジちっちゃいな、これ入らない、ここにセットしてこっち側からネジで止めてあげる。こういう感じ、こういう感じで、次反対側、こっちの右の方にも同じようにスタビライザーをつけてあげます。これ結構ねここの QM のネジはかなり細いので締めすぎると多分ポキッと簡単に折れちゃうと思うので、そこだけ気をつけてください。で、次にどう向きだ、一応ね説明書の向きを見ながらねちゃんとやっていかないとダメなので、まあこういう形になるわけですね。こういう形になるのでここに、このステアリングタイロッドを取り付けてあげます。で、使うネジが RM ね、 RM を使って固定しますよと。向きを間違えないようにしっかり説明書を確認しながらつけてあげます。こういう感じ、こういう感じで左右のサスペンションがくっつきました。こんな感じね。はい、まあ分かりやすく言うとキャリパーが前を向くようにしてあげて、こっちが右左っていう形で、そこにステアリングタイロッドがついて、この四角いね、このさっきのステアリングギアボックスやったかな、あれのこの突起を差し込む部分なんですけど、これがこう後ろ向きに来るような感じにしてあげるのが正解みたいです。こんな感じ。そしたらこれで、50号は完成になります。次50、違う、今のが51号か、これが51号なので次52号に行きます。
続いて52号、52号はフロントサスペンションを設置するっていう作業になります。でついてくる部品が、フロントのサスペンションメンバーと、あとブレーキペダルスイッチベースっていう名前のパーツがついてきます。なので、これにフロントサスペンションを組み付けていくっていう形ですね。で、まあ、このフロントサスペンションメンバーに前の号で、38と50ん違う、38と43でついてきた、このヒンジのパーツ、これをね、サスペンションメンバーに取り付けていきます。で一応ここにね刻印が入ってるんで、それを目印にしながら、決めていきます。だからこうに対してこうこうと、あ、ここに書いてますね、番号が振ってあるので、その番号通りに、パーツをつけていくっていう形ですね。はい。で、固定は BM を使って固定していくと。でまあここの突起がね鍵状になってるので、その鍵状のパーツに、合わさるように、ネジを締めていきます。こういう感じ、こういう感じでヒンジを4箇所つけてあげたら、次フロントのドライブシャフトをつけてあげる。でね、フロントのドライブシャフトがこれ、これをここにつけてあげるんですけども、向きがあるので向きを間違えないように、こう向きやね、こういう向きで入れてあげて、でここも BM で固定。このフロントのドライブシャフトは42号で付属してきたやつですね。付属して組み立てたやつになります。これをここにセット。よし、はい。で、このフロントのサスペンションメンバーを、まあ、ちょっと説明書を見ながらなんでね、説明書の向き通りにしてあげて、こうやって、こっちか、おい、どうやって通せっちゅうねこれ、こうか、こういう感じ、こういう感じで、まあ、ちょっと知恵の輪みたいな感じになりますけど、通してあげる。ちょっとどこをどういう風に通してるかはちょっと後で、説明します。でこれをネジ PM やな、ネジ PM で各それぞれのヒンジを、ヒンジでロアアームを固定してあげます。一箇所一箇所ね、しっかり
順番にやってった方が良さそうですね、これはね。はい、こんな感じで、ローアーム4箇所固定してあげます。で、ドライブシャフトはここ、このサスペンションのダンパーの下側のこの肋骨みたいになってるところ、これの間に通してあげる感じになります。これで、固定してあげると上下にも動くし、ステアリングも一応切れる。ただステアリングあんま切れないんですよね、これね。まあ、ディアゴスティーニ系は全部そうらしいですけども、こんな感じになります。そしたら、次に、51号についてた、この、スタビライザーのブラケット、これを取り付けてあげます。で、これも左右の別があるので、どっちがどっち、こっちが左、ここにね刻印が入ってるので刻印を合わせてあげて、こっちが左ですね、こっちが左になるので、ここに合わせてあげる。で、SM、締めすぎるとスタビライザーが動かなくなりますね。もともとあんま動かないですけどね、このサスペンション。少し動く程度に締めといてあげるといいと思います。こっち側もこんな感じ、こんな感じでスタビライザーブラケットを取り付けてあげたら、このメンバーのね、ここの穴に、このブレーキホースをギュッとぶっ刺しておく。これがちょっと緩い場合は接着剤で止めるようにって書いてあるんですけど、僕のやつは結構きついから大丈夫そうですね。こんな感じでつけておきます。でちょっとこれは置いといて、次にまたフロアパネルを出してきて、フロアパネルにこのブレーキペダルスイッチをつけてあげます。こんな感じ、ここにねブレーキペダルスイッチベースをここに取り付けてあげます。ちょっと緩いかな、どんぐらい締め付けたらいいのかな。よいしょ。はい、で次はもうここまでやっちゃうのか。よいしょ、裏返して、よいしょ、裏返してあげて、でここにさっき組み立てたこのサスペンションメンバーをここにセットしてあげます。ここね、このさっきつけたステアリングラックから出てるこのパネルね、この板が、さっきのここの四角に収まるようにしてあげる必要があるみたいですね。そこを見落としてた。よいしょ、ね、いろんなもんが干渉するんですけども、うまくはまるとここにスコットはまってくれるので、ここにはめたら、ネジ VM で固定していきます。まあ、気をつけないといけないのはこのドライブシャフトですね、多分ね。
このドライブシャフトのハマる位置が決まってるんで、それがうまくはまってないと多分止まんないんだと思います。ここを VM で VM4 本で固定していきます。でもちょっとね、僕が用意してたネジ箱がもうちょっといっぱいになってしまったので、この VM はね入れる場所がありません。はい、こんな感じ。こんな感じで、フロントのサスペンションメンバーを固定してあげたら、これで一応52号は完成になります。はい、だいぶね、下回りが出来上がってきました。なので次53号に行きます。オウ！はい、で次53号やるんですけども、53号は結構ねいろいろついてきて、この辺ダッシュボードとか、あと基板とか、この辺のパーツ、あとメーター関係とかですね、この辺のパーツがついてくるんですが、これは今回使いません。はい、一切使わないのかな、多分一切使わないと思います。はい、なのでこれはちょっとなくさないように、もう下手に開けるとなくしそうなんで、なくさないように置いといて、この52号からの続きをやっていきます。でまず最初に、フロントのアッパーアームベースですね、これをフロアに固定していきます。で固定する場所は、あ、何してんの俺。くださいよ。ネジが行方不明になった。よし、できた。止める場所はね、見にくいんですけど、ここの2箇所ですね。ここの2箇所をネジ VM で固定していきます。ちょっとねもうテーブルの上いっぱいいっぱいなんでね、かなり見にくいと思うんですが、僕も見にくいのでご了承ください。はい、これでね、フロントのサスペンション周りが完全に、フロアに固定されたので、次はよこしょー、見えないな、ちょっと待ってよ、よいしょ、どうぞよよ、こうしたらいける、よし、ここに、ブレーキとかをまた戻していってあげます。つけていってあげます。これで左右のね、ローターもこのホイールも左右の別があるので気をつけてください。でちなみに言うと、フロントのサスペンションはほとんど動かないですねまあ予想はしてましたけども、まあいっか、ここは気にせんとくか。今ね一個ねディアゴスティーニの間違いを見つけちゃいましたね。これ左右でこのブレーキのこのドリルの向き、この向きがね左右で一緒だこれ。一緒になってるわ。これはディアゴスティーニのミスですね。
この向きね、この向きが、まあ、こういう渦巻き状に、放射線状の渦巻き状になってるんですけど、左は順回転で左は逆回転っていう形になってますね。これは実際の車としてはありえないので、完全にディアゴスティーニのミスですね。まあ左右同時に見ないとね、気づかないことなんで、気にしない人は気にしないでもいいかとは思うんですが、多分これ気になる人は気になるんだろうな。そういうとこダメですよね。まあそうは言ってても組んでしまわないと作業ができないので、組んじゃい、作業が進まないので組んじゃいましょう。よし、はい、 OK。 これで一応四輪タイヤがくっつきましたね。こういう感じで、こんな感じで、ステアリングラックを動かすと、それに連動してフロントタイヤが動くかっていうのもこの時点で見ておきます。まあこんだけしか動かないですよね、ステアリングも。こんな感じで、まあリアの時も、リアの時はまだマシだったけど、フロントに関してはもうほぼほぼストロークしないです。アームの構造があんまり良くないんですよね。アームの構造があんまり良くないんで、これはストロークしないですね。まあもうこれは仕方ない。はい、で次にまた裏返してあげて、ここに、13号で付いてたこのフロントのアンダーパネル、これをくっつけていきます。これが、ここか、こういう形。まあこの辺塗ったものはこれでほぼほぼ見えなくなっちゃう感じですが、これをつけてあげて、これでフロントのアンダーパネルがついて、で次バッテリーボックスの蓋、36号についてた蓋ということなんで、ちょっと探していきます。はい、ありました、これですね。電池ボックスの蓋をここにセットして、パチンとセット。はい、これで、53号は完成になります。こんな感じ。これで一応四輪設置するようになりました。こんな感じ。はい、だいぶ形になってきましたね。こんな感じ。はい、というわけで、今回の組み立てはここまでになります。53号までの組み立てはここまでになります。で次の動画、次の動画では、ダッシュボードの組み立てですね。ダッシュボードの組み立てに入っていくみたいなので、まあ今回についてたあのパーツと、まあ、次号についてるパーツを使ってダッシュボードを組み立てて内装を作っていくっていう形になるみたいなので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。一応まあ GTR の方は、月に1回、まあ最終その月の最終月曜日に多分届くみたいなので、月曜じゃない、日曜日に届くみたいなので、まあ、月曜日か火曜日かにはアップできるようにしていこうと思いますので、
また引き続き見ていただけたらなと思います。はい、というわけで、今回の動画、49号から53号まで、はこれで以上になります。もういよいよね半分超えましたんで、残り半分頑張ってやっていきますので、また見ていただけたらなと思います。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。